どうも皆さん、こんばんはか、こんにちはか。最近、セミがいなくなったことにショックを受けます。いや、ほんとそうですね。キャプテン。はい。セミがいなくなりました。キャプテンですって。はい、止めてしまい申し訳ないです。いや、いいですよ。全然いいですよ。もう、皆さん知ってくれてると思う。はいはいはい。セミ、確かに今年なんかセミ少ない気がしましたね。そうなんですよ。はい、セミがもういなくなってね。はい。あの、夏真っ盛りは、はい。あの結構見ました。僕真っ盛りも、うん、よく部屋の前にあのひっくり返ったセミがおって、うん、死んでるなと思ったらメメッっていうやつあるあるじゃないですか。早く生まれすぎたセミですよ。あ、そうなんですか。もう早くやりすぎたから。でもセミの寿命って、はい、1週間っていうあのイメージないですか。ありますあります。セミの寿命というかセミは実は、はい、虫の中で生きてる年数めちゃめちゃ長いんですよ。土の中で。土の中が長いと。はいはい。だからあのセミの寿命は短いっていうのは嘘です。はい、はい、何外に出てきてからオンリーで観察しとんねんっていう話です。そうです。出てきて泣きすぎるから1週間で、ね、それは死んでしまうっていう。あんなでかい声叫んでたら。そう。あとションベンするのはメスだけとかね。マジっすか。ションベンするだけメスだけとか。飛びながらするのはってわけじゃなくて、まあ、飛びながらするのはメスだけ。へえ、うん、っていうね、はい、セミ博士、セミ博士ということでありがとうございました。今週はセミの話で終わりました。チャンネル登録ずっぽしお願いします。セミチャンネルじゃないですよ。違います。はい、そんなコアなとこ行ってないです。アメトイですから。セミ特有のチャンネルじゃないです。セミオンリーのじゃないです。わかりました。はい、さあ今回、はい、まあ、前回前々回と、はい、チャーリーツナを紹介させていただいて、はい、トラウマになるかもしれませんがまたそれ書いてあれ手前で、はい、言っちゃいますが、はい、今回チャーリーツナの、はい、箱付きバージョンでございます。うわすごい。はい、皆さんこれもう分かりますね。手が下がってます。はい、下がってますね。手下がり綱の箱付き、はい、これはスターキストという、ね、はい、メーカーの、これが言ったら、まあ、まあ箱付きで売られてた、はい、バージョンでございます。背中も開いてるんですね。そうなんですよ。へー、そう、見て、もう俺箱付きが大好きで、はい、うん、だからこれ、まあ、箱付きにこだわり必要ないですけども、はい、なんかこう箱に入ってた、こうやって飾られてるのはショーケースに飾られてるような、はいはいはい、雰囲気醸し出すじゃないですか、はい、こういうのが好きで、はい、これもなかなか見つけるの大変でした。いや、そうでしょうね。うん、その大体でどれぐらい前のものかはご存知ですか。ですね、多分これ70年代です。うわー、はい、もう50年前ぐらいに売られてたものの、そこにちゃんと入ってるものだ。そう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 。すげえな。うん、1970年代のものでございます。なんか独特なんですよね。そのキャプテンが箱付きが好きやから、うん、あれですけど、その箱に入ってるデッドストックやって言っても50年前やから、箱からはオーラが出てて、そう、なんかただの新品とはまた違うというか。そうなのよ。そう、魅力ありますよね。いやー、いいのよね。うん、だからこんちゃんね、まあ、チャーリー・ザ・ツナって書かれてるんでね、はい、正式名称は多分チャーリー・ザ・ツナ、はい、だと思います。ここに書いてます、英語が。これ米くん、これ意味わかります？全部スクイーザブル、あのキュッキュッてなるってことです。はい、ダードラドドラ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 ドっていうね、はい、あとは調べていただけると思います。はい、はい、これが手下げの手下げのチャーリーの箱付き、はい、さっきのね、はい、これの箱付きです。わあ、すごいな。ここから出したわけじゃないです。僕2個持ってるんです。はい、ここから出したわけじゃないですか。はい、はい、なのでこれとこれをまた揃えるという楽しみというかね、はい、があるので、はい、なるほど。さあ、手下げがあったら、あれ手上げもまさか手上げはまた箱が違うんですね。すごい。はい、
箱のねデザイン違うんですよ。ここに見てください。かわいいこのイラスト。うわほら全然箱のデザイン違う。確かに全然違いますね。こういうの書いてますね、はい、スクレーズブルーサーファーサーどうでしょう。キュッキュなるし安全やし洗えるし、そう、はい、そういうことです。チェックださいよ、ねのくん。いやーすげえ。もちろんこのアメトイ部としてご一緒させてもらってて、美人マネージャーもさすがにもう分かってきましたが、うん、はい、やっぱり箱付き箱の状態で見つかることの方がかなり貴重なので。そうです。ズボーンって上がりますか、うん、上がります。ですよね。こちらはおよそ35,000円ぐらいです一気に上がってしまいます、はいはい、箱の状態もいいし、裸の 1.5 倍ぐらいって考えてる感じですかね。そうね、はい、だからね、まあ、比べてもらうと全然箱の箱というかデザインが違うという、はい、すげえなー。そう全然違うんですよ。うーわこれ見つけた時はもうね、僕の妻が反応しました僕の妻が手を挙げました。僕のチャーリー妻が手挙げチャーリーになりました普段は手下げなんですけども、見つけた瞬間手挙げになってしまった、ね、じゃあそのキャプテンとしてはその箱入りはショーケースに飾って、うん、裸に関してはまた外見で別で飾るみたいな。そうね、はい、うん、なんかまああのねえー、まあ本当はこれの上にちょんちょんって飾りたいぐらいなんですけど、ああなるほど、場所が本当にまあ、はいはい、キャプテンにないので、はいはいはい、ぜひこれも見つけていただいたら、はい、これはもうかなりマニア度上がりましたね。コレクティブルに加えてほしいなという、はい、一品でございます。すごいこれてっぺんだな。ちなみにこちら2万ちょいだと思います。はいはいはい、はい、こちら35,000円、はい、マニア嬉しい、マニアマニアでございます。ということで、はい、今回、スターキストの、はい、チャーリーザツナ、はい、箱付きを紹介させていただきました。すごかったです。これを持ってる人もいるとは思いますけれども、こんな箱だったんだっていう発見が今回はあったかもしれないですからね。そうね、うわーすごい、うん、ここはい、さあということで、はい、皆さんまた、ね、自分の綱を確かめてくださいどういうこと